今週も始まりました、春日部紬の埼玉金玉ラジオの時間です。皆様元気に過ごされているでしょうか。アーシはおとといバイクで事故ってしまい、あちこち痛いです。多分骨折してます。でも盗難車の無免許運転なんで病院に行けないんですね。最悪です。こんなことになるならもっとカルシウムをたくさん取って折れにくい骨を作っておけばよかったって後悔してます。皆様は牛乳なり小魚なりを普段からしっかり食べて丈夫な骨を作ってください。それでは最初のお便りです。ラジオネームずんだもんゲロシャブさんからです。つむぎさん、おはきんたま。はい、おはきんたま。交通ルールを守るのってダサくないですか。僕はいつも自動車で右側を逆走するし、常時時速150キロは出してます。どう思いますか。全く同感ですね。ルールを守ってちんたら運転するようないい子ちゃんになったら終わりって思います。アーシもよくそのあたりに落ちてる車で高速道路を逆走してますね。超クールだと思います。はい、続いてのお便りはラジオネームずんだもんラリラリラさんからです。つむぎちゃん、おはきんたま。はい、おはきんたま。僕は先日床屋さんに行ったのですが、散髪中に突然ハサミで頭をぶっ刺されました。これってすごいムカつきますよね。つむぎちゃんもこういう経験はありますか。あー、これむっちゃわかる。アーシがよく行く美容室のババアもさ、マジでクソ気違いだからさ、その日の気分でよくアーシを刺してくるんだよ。キエーとか突然変な声を出してさ。だからアーシの後頭部ね、実は結構傷だらけなんだよ。髪の毛で隠してるけどね。こういう床屋はマジでぶん殴った方がいい。はい、それでは次のお便りです。ラジオネームずんだもんけつにょうさんからです。むぎゅちゃん、おはきんたま。いつも寝る前に聞いています。はい、ありがとう。おはきんたま。私は小学校で教員をしているのですが、提出用の宿題ノートにいつも私への暴言を書いてくる生徒がいます。死ねとかアホとかゲロブスとかです。どうすればいいですか。あ、ごめん、これ小学生の時のアーシだわ。アーシさ、小学生の時マジでアホでさ、先生も自分と同じ人間で心があるんだって分かってなかったのね。だから今思うとものすごいひどいことしてたよ。先生の給食をわざと床にぶちまけたりさ、先生の車にドッジボールをバンバンぶつけて後をつけたり、ノートに先生の悪口を書きまくって提出してたのもその一つだよ。マジで悪いことしたなって今では反省してるよ。どうすればいいか。うん、そうだね、そのクソガキをアーシのところに連れてくるといいよ。そうしたらもう二度と悪さができない体にして返してやるよ。はい、それでは次のお便りです。ラジオネームずんだもんボキブリさんからです。つむぎちゃんちゃん、おはきんたま。はい、おはきんたま。僕はエッチが大好きなのですが、年齢のせいかちんちんに元気がありません。よくな顔れしてしまい、女の子の前で情けない思いをします。でもエッチは大好きです。どうしたらいいですか。中折れおじさんね。アーシは別に中折れされても何とも思わないけどね。射精や挿入がエッチの全てじゃないんだしさ、もっとトータルでエッチを楽しむことを考えるといいんじゃないかな。相手の人が楽しそうにしてるとアーシも楽しくなるよ。ムスッとしてるとかスカしてるとか落ち込んでるとかよりもね。ま、でもこれは女の子にもよるのかな。他の子のことはわかんないけどさ、少なくともアーシとするときは中折れなんて気にせず他の部分で楽しみましょうね。それでは次のお便りです。ラジオネームずんだもんねずみ小僧次郎吉さんからです。つむぎちゃん、おはきんたま。
いつも楽しい放送をありがとう。どういたしまして、おはきんたま。私はレズビアンで、つむぎちゃんが大好きです。いつもつむぎちゃんとエッチすることを夢に見ています。叶わない夢だと分かっていても、溢れてくる思いと愛液は止められません。どうすればいいですか？わ、告白だ。えへへ、嬉しいな。アーシュとやりたいの？そんなの全然簡単だよ。夢でも何でもないって。すぐやれるよ、アーシ。誰とでもやるもん。女の子でも X でも全然 OK。 あ、 LINE の ID 載ってるじゃん。今日番組終わったら電話するわ。マジでするからね。おまんこの準備しといてよ。一杯一杯楽しもうね。それでは次のお便りです。ラジオネーム、ずんだもんごえもん変なもんさんからです。つむぎちゃん、おはきんたま。はい、おはきんたま。僕は先日 UFO にさらわれて人体実験をされました。その実験内容は土着素にエロいものばかりで、つむぎちゃんによく似た可愛い女の子も出てきました。つむぎちゃんはこういう経験はありますか？あ、これね、結構よくあるよ。このメールをくれた人は山形か。山形だと珍しいことなのかな。埼玉では普通によくあるよ。毎日ってわけじゃないけど、1ヶ月に1、2回くらいかな。夜に外を歩いてると突然円盤が頭の上に来てさ、さらわれちゃうのよね。されることは毎回違うけど、この人みたいにエロいことをされたこともあるよ。あれなんだろうね、実験なのかな。めっちゃ気持ちいいよね。地球人とのエッチであそこまで行くことはなかなかないよ。あとはわかる人いるかな、囲碁を教えてくれたりすんの。囲碁の打ち方って最初は難しいじゃん。でも宇宙人が丁寧に教えてくれてさ、打ち方がわかると楽しいよね。あいつら地球人と遊びたいだけなのかな。宇宙人はマジで謎が多すぎ。というわけで、ここで一曲お届けしましょう。古い曲をかけるよ。鏡ねりんで、し。どこかにある金玉スタジオから、春日部紬がお送りしている
埼玉金玉ラジオ、後半もよろしくお願いいたします。それではここからはゲストの方にも入ってもらいましょう。今日のゲストはこの方です。こんにちは、ずんだもんなのだ。ずんだもんさんは約3年ぶりの出演ですね。ずいぶんご無沙汰してしまったのだ。どうですか、この3年間でご自身や周りの環境で変わったことはありますか？いろんなことが変わったのだ。例えば何ですか？3年前に大麻所持で捕まって今も執行猶予中なのだ。あ、そんなこともありましたね。すっかり忘れてました。やっぱりあれですか、前科者として差別を受けたりしますか？するのだ。全然就職できないのだ。だからお金がないのだ。かといって万引きでもすれば刑務所送りなのだ。万引きもダメなんですか？厳しいですね。そうなのだ。では今はどのように生活されているのですか？小学校の卒業アルバムを頼りに同級生に電話をかけまくってあちこち居候させてもらっているのだ。あとは時々小学校の前でひよこを売って小銭を稼いでいるのだ。同級生も小学校も随分と迷惑でしょうね。申し訳ないのだ。もう一度謝ってください。申し訳ないのだ。もっと謝ってください。申し訳ないのだ。胸クソが悪くなってきたので気分を変えてコーナーに行きましょう。わかったのだ。それではこちらです。捕まってからが勝負、万引き専門ノック、どんどんパフパフ。このコーナーはゲストの皆さんに万引きをしてもらうコーナーです。盗む商品は番組の方であらかじめ指定しますが、まあそんなんやったらバレるよねっていう目立つものを指定します。それじゃ捕まっちゃうのだ。そうですね。でもここからが勝負です。ゲストの方は口車、泣き落とし、色仕掛け、瞬足、お金、腕力などを駆使してなんとか警察への通報を免れてください。店員さんに捕まるのが OK、 怒られるのも OK、 家族や職場に連絡されるのもまだ OK、 でも警察へ通報されたらチャレンジ失敗です。今まで成功した人はいるのだ？結構いますよ。例えばめいめいひまりさんは家や学校には連絡されましたが泣いて謝ったので退学処分で済んでいます。警察には通報されていないので成功事例ですね。他にも例えば四国メタンさんも成功していますね。彼女の場合万引きが手慣れすぎていて店員さんに気づかれることすらなかったです。2リットルのペットボトルのお茶を3本という難しいお題だったんですけど、いや、あれは神業でしたね。そうなのだ。でもこのコーナーは執行猶予中の僕にはリスクが大きすぎる気がするのだ。そもそも万引きはしてはいけないことなのだ。真面目に営業しているお店がかわいそうなのだ。うわ、だっさ。ずんだもんさん、何？前科まで作って今さらそんなこと言うんですか？確かに僕は前科者だけど今は反省してやり直したいと思ってるのだ。社会のルールを守ってみんなに迷惑をかけずに生きていきたいのだ。というわけで今日の盗んでほしいものですが、カップ麺10個です。銘柄はセンスでお願いいたします。なるべく美味しそうなのがいいですね。僕の話はつむぎちゃんの心に全く響いてないのだ。お店はすぐそこの角のファミリーイレブンにしましょう。いや、僕はやりたくないのだ。ずんだもんさん、お腹空いてますよね。それはごくりなのだ。もしもメタンさんのようにお店の人に捕まることすらなく万引きができたら、盗んだものは全部ずんだもんさんにあげますよ。本当なのだ。もらっていいのだ？もちろんです。お腹、
ついてるんですよね。ごくりなのだ。これはちょっとヒントなんですけど、仮に店員さんに捕まっちゃっても番組のせいにしちゃえばいいんですよ。番組の企画で指示を受けてやらされましたって、そうしたら足が番組責任者としてお店に謝りに行きますよ。でね、このコンビニ店長さんがいかにもスケベそうな男性なんですよ。なのでお詫びの印としてパンツでも見せて、手こきでに3発抜いてあげるつもりです。そうしたら、まあ通報は許してもらえるんじゃないかな。どうですか？わかったのだ。行ってくるのだ。はい、頑張ってください。応援しています。それではズンダモンさんは外に出ている間、アーシはスタジオでタイマでも吸っていようと思います。吸う、はあ、吸う、はあ、あ、きたきた、最高。嫌なことを全部忘れられるよ。気持ちよくて気持ちよくて全部どうでもよくなっちゃう。うへっへっへへっへっへ、うひょひょ、うひょひょ、うひょ、あふう、あふう、最高。うひょひょ、ちょうちょぱっぱ、ちょうちょぱっぱ、楽しい、ハッピー、ピロロロロ、ピロロロロ。はい、つむぎちゃんです。ファミリーイレブンの店長さんですか？ラジオ番組の企画で万引きを指示？やだな、そんなことあるわけないじゃないですか。常識で考えてくださいよ。そんな犯罪をさせるラジオ番組があるわけないっしょ。ズンダモンさん、さあ、聞いたことのない名前ですね。全く知りません。そういうわけのわからないことを言う人は警察に引き渡した方がいいんじゃないですか？はい、はい、それじゃあね。ガチャ、うひょ、じゃあここで一曲いってみよう。鶴巻まきちゃんでゲットダンシング。落ち着いたけど今日も楽しかったね。蝶々になってお空を飛んでいるみたいな気分だったよ。リスナーの皆さんも楽しんでくれましたか？番組では皆さんからのお便りを引き続き募集しています。あんなことやこんなこと何でも送ってきてくださいね。お便りを読ませていただいた方の中から抽選で1名様に毎回ヤシの埼玉ハッピースマイルパワーを送っています。一緒にハッピーになっちゃいましょう。いえい、ニッコニコ。それでは埼玉より愛を込めてバイバイ金玉。また来週お会いしましょう。チュー。